はいこの、えー、場面ではコーナーキックの、えー、攻撃の方の、えー、トレーニングをしてみたいと思います。えー、まずはコーナーキックの、えー、ニアさえのをどうやってついていくかっていうトレーニングをやっていきたいと思います。えー、では、えー、キッカー、えー、切ってもらってその中で修正をしていきたいと思います。はいじゃあ行きましょう はいそうはい、今特に、えー、修正しなきゃいけないポイントが、えー、ここではっきりと分かったっていう、えー、守備側の選手がここで2枚のゾーンで守備体系を整った場合例えば、えー、ここ1枚あるいはポストのニアに1枚こういう守備の体系を取られた時にまず一番 ポイントとしてこの2枚の人が跳ね返されるっていうことが一番よくない攻撃側としてはよくないあるいはこれがカウンターにつながることがケースがあるということですだからニアの場合は必ずここで1人が潰れるあるいはここでシュートができるっていうこの人の前で1人攻撃側が必ず入ってくるっていうこと。 これが一つポイントですあそこでクリア簡単にさせないっていうこと必ずこの前で誰かが入ってくるっていうことつぶる逆に言えばここで潰れてしまう一緒につぶれてしまうということも一つの手だと思いますはいもう一度 OK <や>そう必ずニアで今のようにつぶれるこれが一つのポイントです はい、ニアで1つ潰れることができましたでもう一つじゃあキーパーがこれだけのキーパーがフリーでいるとキーパーの守備範囲がすごく広くなるそうするとキーパーは高いボールだと必ずここに誰もいないわけだからかなりキーパーとしては出てきやすいすごく取りやすいあるいはパンチで逃げやすい。でそれを キーパーにもプレッシャーかけるっていうことが一つポイント、これは第二のポイント。ではちょっと一人、例えばキーパーの前に攻撃側がここに立つとキーパーとしてはやはり出づらい、すごくプレッシャーがかかるっていうこと、でもしここに攻撃側が一人来ると、多分なら守備の プレイヤーもこここに1人入ってくるこれによってキーパーはよりスペースがなくなるということでキーパーの守備範囲が狭くなるってプレッシャーがかかるということが言えるそうするとより攻撃側としてはフォワードの人攻撃する人はよりシュートをしやすくなるっていうことですじゃあこれでちょっとやってみましょう。 はい、もう一度。はい、行きましょう。